皆さんおはようございます。私が磯戸康雄、70歳になりました。ということで、今日の、サムネイルちょっと出してみますか。こんなんですね、あんまり大したことないね、大したことないけど、ちょっとまあ本題に入る前にね、最近ちょっとこう、私は、66歳の時に、外国大学へ行って英語の勉強を始めまして、1年目で英検準1級、合格3年目で英検1級にも合格しました。ということで、この動画を作って、で、こう英語の実力アップに尽くしていきたいということでやっております。で、ちょっと最初にいろいろこう話聞いてるんですけど、ちょっと英語系とはちょっとずれる話なんですけども、最近 YouTuber の間特にね、問題を起こしてる ビジネス系ですね。英語系でもないわけじゃないんだけど、ビジネス系でちょっとこう問題になってる人たちが何人か出てきているようですね。というのが、詐欺まがい、そこまで言うとね、ちょっとあれだけど、市販で1000円か2000円ぐらいで売ってるような商品をね、10万円ぐらいで売ると、もう口で 売っちゃう。そういうことで、大概はね、ビジネス系の、こうすれば金が儲かる、あるいは副業としてこれで月50万稼げるとか、ああいう類のやつですよね。ああいう類のやつで、かなり怪しいことが行われていると。で、それでちょっとこうネット上で問題になってる人が何人か出てきてますね。まあ、昔からいたんですけどね。昔から いたんだけど、特になんか大きな、そこそこ大きな会社やってて、その会社も潰れかかってる。で、さすがに最近は、もうその方は、あんまり、なんとか社長いう方は、あんまり YouTube 出てこられないですよね。上がって、以前はしょっちゅうね、こう、アップしてたけどね。もう、とにかく口達者な人やったね。もう、口達者な、なんとか社長いう人ね、まあがつく、なんとか社長いう人、もう会社が危ないというような状態ですね。で、そこまでいかないけれども、個人で、こんな風にして私は、こう、左打ちは、これ右や、左打ちやで生活してますと、月に2000万とか3000万月収ありますで、これ、この教材で、とか、で、撮影開発したこの教材で、と言って、1000円か2000円のもう2、30万円で売るという、そういうことがね、行われているというのを、問題になってますね。じゃあ、英語系でそういうのを言ってるのかというと、数は少ないけどありますね。ないわけじゃないですよね。ですから、皆さん注意してくださいね。基本ね、語学ってそんなにお金かからないんですよ。そもそもね、そんな40万円とか50万円でね、教材、私が販売 することはないけどね、することはないんだけど、そもそもね、そういうのに、こう、そういうビジネストークに引っかかるっていうのは、やっぱりその人にも落ち度はあると思うんですよね。で、要するに高いお金を出すと、英語がものになると、こういうふうに考えるんでしょうね、きっとね。で、そういうとこに、こう、つけ込んでというか、してくると。で、それで、結構英語の達者な人が、ああ、こんな英語上手い人が勧めてくれるんやったら、40万円高いけども、それで、米英語ペラペラになるんやったら、安いもんじゃないか。例えば、海外留学行ったら200万、300万いると、それが40万円でできるんだったら、っていうふうに、多分考えるんでしょうね、そういうの買われる方は。で、それで、随分とお金儲けをしてるという英語系 YouTuber も、います。いますね。それと、あとはね、普通の、ビジネスでやっておられる方は、別にそういう、そう、悪質なんじゃなくって、オンラインスクールをやっておられるとか、あるいは、新宿西口で英語会話教室をやっておりますという方が、この YouTube でね、話して、集客の道具として YouTube で、宣伝しておられるという、そういうのはありますけど、それは、普通の話ですよね。別に特にそんな、いかがわしいもんじゃないですよね。それは、まっとうな話です。そういう、大体英語系の場合は、そういう普通のに、やってるビジネスをやってて、英語で、ここで英語系 YouTuber としても活躍しておられて、集客の、一つのネタとして使われている、そういうことは多いですよね。別にそれは特にそんな、問題ではありません。単なる普通の営業をやっておられるという、それだけのことですね。で、私のところでね、いろいろこういうことをやってるおかげで質問とか、このコマーシャルもいっぱい来るんですけども、その中でちょっと最近、気になるというか、よく来る質問で、
ちょっと私が困るのはどんなんかと言いますとね、英語を話せるようになりたいんですって言うてこられる人いるんですけど、まあそれはもちろんそれで結構な話なんですけどね、それはいいんですけれども、じゃあ具体的にその英語が話せるっていうのは大体どのレベルを想定されてるのかという、そこが一番肝心なとこなんですよね。単に英語が喋れるというだけやったらね、小学校1年生がですね、朝起きてきて、グッドモーニングオレンジジュースとか言うたら、まあ一応それでも英語喋れてる、英語ペラペラやとアップルジュースとも言えるんやから英語ペラペラやという、まあ、言えなくはないですよね。だからそれをどの辺を想定しておられるのかっていう、そこをねご自身できっちり決めていただいたらいいと思うんですよね。で大体このレベルまで行くんやったらこれぐらい時間かかるっていうのはもうはっきり分かってるんですよね。でね、英語を専門に教えてる機関っていうのは日本だけはなしに、アメリカにも多いですよね。アメリカは多国籍企業があるので、世界的にいろんな言語をマスターしなきゃならないので、日本語ももちろん教えてるし、いろんな国の言葉を教えてますけど、そういうところの機関で、大体どれぐらいやったらどれぐらいのレベルになるかっていうことはもう分かってるんですよね。で、どういうことかというと、一応日常的に困らないようなレベルになるのに大体かかる時間っていうのはどの言語であっても大体2000時間から3000時間の間なんです。で特 に日本語は難しい方なんでかなり時間かかるんですけどね、3000時間ぐらいかかるのかな。で、ちなみに英語は実は簡単な言語なんですよ。意外に思われるかもしれないけど英語って簡単なんですよ、世界の言語の中で見てね。ですから大体2000時間ちょっと、2200とか300時間あったら大体一応困らないというか、一応喋れるというレベルですよね。英検で言ったら英検2級以上のレベルっていう、そういう感じなんですよ。それが大体、基本になる線っていうんですかね。いわゆる喋れるということですね。それで待っても2000時間以上かかるわけですからね。これちょっと計算していただいたら分かりますけど、1日2時間ずつやって3年かかるってことですよ。わかります？1日も休まず毎日2時間ずつやって3年かかるんですよ。その英語を話せるようになりたいって言われるのは、それはいいんだけども。で、それ逆に言うとね、もうちょっと早く短くしたいということは、例えば1日4時間ずつやってもったら1年半ぐらいでいけるわけですよね。1年半でいけますよ。だから1日4時間ずつを1年半ずっと休みなく続けることのできる人がいるかって言ったら、それは非常に少ないですよね。ですから、英語喋るようになりたいというのは結構なんだけども、その後が続いてこなかったら、喋れるようにはなりませんよね。で、私が見てて非常によくわかるのはね、やっぱりそういう風になれる人って初めからね、この勢いというかこの気構えが違うんだよね。もう食いつき方というか意欲というか、それは全然違いますね。そういう人はもうもちろん伸びていくっていうのは、要するにそれだけ勉強やってるってことなんですよね。特別なんかこの人はもうガンガン素晴らしいとかいう、そういうことじゃないんですよ。よくやってるからよく伸びる、ただそれだけのことなんですよね。だから逆に言うと英語伸びないっていうのは、それはあんまり勉強やってないから伸びないっていう、それだけのことなんです。先日めてしまえばね、たったそれだけのことです。ですからスランプだかなんだとか言ってますけど、それはやりゃ突破できるんですよね。誰でもいけるんですよね。そういう点である意味では英語ってこうほんまに差別のない話なんですよ。例えば男女差、働いても男女差、賃金の差があるとかいろいろありますよね。でも英語の場合は男だろうが女だろうが、その2000時間やってもったら誰でも喋れるようになるわけですよ。あるいは学歴や高学歴であるとか、あるいはもう中学しか出てないとか、そういうのも関係全くありませんね。2000何時間やってもらったら慣れるだけのことなんですからね。ちなみに英検準1級で3500時間、英検1級で7000時間かかります。で、それだけの時間をずっとやる切る人が少ないがために、英検1級の合格者が少ないということですよね。別にその英検1級が難しいとかそういうことではないんですよね。でそこまでやる人が いない、途中でみんな辞めちゃうから、それで少ないという、そういうことになってますね。それが最近こういろいろこう質問なんか受けたり、あるいはこの YouTube 上でちょっと怪しい話をいろいろこう聞きますのでね、注意方々、ちょっとこう言うといた方がいいだろうなと思って。で、基本ね、 YouTube なんかで私思うんですけどね、私みたいにちゃんと顔を出して名前も実名でやってますよね。もうこれが基本ですよね。例えばもうそれを顔を隠してやると言ったら、もうそれだけで怪しいですよね。もうそれだけで怪しいよね。もう私なんか最初からそういうのはいかない、そういうところはいかない、怪しいところはそういうふうにしておりますね。で、やっぱりね、
基本的には自分の常識的感覚っていうものが大切ですよね。例えばそんな40万円の教材があったら英語が勉強できる、ペラペラになるかっていう、そういうことを考えるっていうこと自体からしてちょっとこうね、あんまり常識じゃないですよね。語学ってほんま時間料で決まるわけですからね。高いお金を出したら特別でコースがあって、そこで行ったらそんなに無理しなくてもさっさっさと行けるという、そういう特別クラスとか特別コースってのはないんですよ、英語の場合はね。ないですね、はい、ありません。ですから別に40万円出していただかなくても、ちゃんとやったらそれだけのものが身につくということですね。ちなみにここは趣味でやっておりますので、はい、無料です、全部無料ですね、はい。メルマガとかやってますし、ズームによる会議とか、ね、質問とかも皆受け付けてますけど、相談ね、相談もやってますけど、全部無料ですね。メール書いて来ていただきましてもちゃんとご返事出しておりますし、そう、はい、大丈夫でございます。もうほんまに私の趣味でやってるとこですからね、いうことでやっておりますので、今日は何でかちょっとわけのわからん話になりましたけども、まあ、ちょっとね個人的に、嬉しいことがあってというのは、英語とは全然関係ないけどね、ちょっと子供のことでちょっと嬉しいことがあったということで、ちょっと気分はウキウキしておりますので、ちょっと今日はハイな気分でやりましたということです。また明日から頑張りましょう。